さあ、うまくできてるか。バーン。あ、なんか。はい、おはようございます。今日は花形の卵焼き作っていきたいと思います。で、材料は卵です。あと割り箸が3本、それとラップ、これでやっていきます。卵溶いていきます。これしっかり溶いてください。あの、白身が固まってるとうまく卵焼けないんで、しっかりとかき混ぜます。こんなもんかな。だいぶかき混ぜられたと思います。そしたら計量カップに入れます。この先っちょの尖ってるのも使いたいんで、こうやってであっと細く卵を出していけるようになります。そしたら下準備として割り箸を割っていきます。3本が6本です。合計6本になります。それとラップをまな板にあらかじめ敷いておきます。味付け忘れてました。味付けはお好みで、しょっぱいのが好きだったらしょっぱくしてもらって、僕は砂糖入れちゃいます。甘い卵が好きなんで砂糖入れてもう一回かき混ぜます。そしたら油引いていきます。少しでいいと思います。はい、火つけました。こんな感じですね。そんなに量引いてません。で、花形卵焼きは1回だけ練習しました。今回うまくいくかどうかちょっとわかんないです。火弱火にします。フライパンの温度見ます。ちょっと強いかな。ちょっと冷めるの待ってますね。すぐ固まっちゃいますね、これね。ちょっと冷ましました。もう一回卵入れてみます。あ、これぐらいでいいかな。すぐは固まんないですね、これ。よし、じゃあこれでやっていきます。じゃあ火弱火からスタートします。はい、そしたら卵入れていきます。だいたい5センチぐらい、あ、こっちいらない、5センチぐらいの卵焼きにしていきたいと思います。で、これから丸めていくんで、この辺火の真下に来るようにして早く固めます。もう丸められる。そしたら丸めていきます。あの、卵2個を使えば何ですか、卵焼き器で焼けんですけど、今日は卵1個でやろうとしてるんで。はい、そしたら追加で卵入れます。あ、火が強く、一回火止めます。おっと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 、いらない方に流れてこないでって感じですよね。よし、火はこまめに消したりつけたりしてください。この辺固まってきたら巻いていきたいと思います。巻けるかな。巻いていきます。ちょっと油、紙に油濡らしてあります。はい、そしたらまだあるんで、また卵入れていきます。あ、また火がじゅわーっていうとちょっと温度が高すぎる。はい、はい、巻いていきます。なんとか形になった卵焼きできたと思います。はい、そしたら卵をラップの上に持ってきます。あちち、熱いうちにやってください。で、巻いちゃいます。1回、2回、2回か3回、こんぐらいでいいと思います。で、割り箸6本割りましたけど5本使います。
これが難しいんです。輪ゴムこれ2つこんぐらいの大きさにします。二重ですね。輪ゴムをかけときます。二重の輪ゴムをかけときます。そしたら平らにして置きます。そしたらまず上のやつを持ってきます。ここに。そしたらこっち側も輪ゴムかけます。これも20ぐらいにしたのをかけます。難しいんですけど、あ、こうやればいいのか。こうやってパッと、お、上手上手。はい。そしたら、今下に4本上に1本、これをバランスよく箸を持っていきます。ぐぐっと、まあバランスが悪い、ちょっと丸くして、等間隔になるように、箸を持ってきます。こんな感じかな。そしたら割り箸の角が卵に食い込むようにこんな感じでやっていきます。これでいいかな。ちょっとこっちのゴムがきつい。どうしたらいいんだろう。こういう書き方していいのかな。はい、こんな感じになりました。それで、冷めるまでこの状態で置いときます。なんか見た目がちょっといまいちなんで出来上がりが綺麗にいかないかもしれないですけど、はい、冷めてきました。ほんのりあったかいぐらいですね。見てみます。じゃん。はい、じゃじゃじゃん。はい、こんな感じになってます。こんな感じです。じゃあ切っていきます。さあ、うまくできてるか。バーン。あ、なんか花というよりなんだこれ。はい、形がちょっといびつになっちゃいましたけど、花形卵焼きの完成です。わー、こんな形になりました。何回かやればうまくできるようになると思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。じゃあね、バイバーイ。